しい。そうですね。いや、レンズもそうですけどさ、そろそろっていうか、なんか私、ニコンさんにね、搭載してほしい機能っていうのがね、3つあるんですよ。3つあって、私なんか公に言ったら確か真似するかなとか思って、一応ニコンさんにお知らせしてるんですけど、まあ、つかなさそうなので、公に言っちゃおうかな。なんかみんなからさ、その機能欲しいですみたいな感じで再生数もら上げてもらったりとかコメントもらったりとかしたら、ニコンさん動いてくれねえかなみたいな思うんですけど、一つはね、オートバリアブルを実現してほしいですね。ホーリーグレールやったことある人なら誰もが一度味わったことあると思います。昼間はインターバルタイム短くして、夜はインターバルタイムを長くしたいっていうね。タイムラプスは撮影間隔っていうのを設定します。10秒おきに撮影する、5秒おきに撮影するとかね、それがインターバルタイムと言います。でランピングというのは、それをちょっとずつ変えていくっていうのをランピングと言います。つまり、ホーリーグレールタイムラプスを撮影した時に、昼間夕方星空ってなった時に、星空の露出に合わせてインターバルタイム撮影間隔を設定するので、星空の露出をするためにはやっぱ15秒とか10秒とか最低でも必要だよなってことで、昼間から10秒とか15秒のインターバル撮影をしていくわけですよ。ところが昼間の雲の動きとか、あとは夕焼けのこうブワッとマジックアワーが出た、あの前後30分、1時間長くて1時間ぐらいしかないあのタイミングで、その15秒のインターバルタイムっていうのは、すぐ夕焼けとかが終わっちゃう。昼間は雲を滑らかに表現したいのに、雲が早く表現されてしまうということで、結局星空の露出に合わせた早送りの動画っていうようなアプローチしかできないわけですよね。要は昼間は4秒露出、インターバルタイム4秒で切ってますと、夕焼けとかねブワーって焼けた時に細かく撮ってってほしいわけですよね。でそれで暗くなったらだんだんその4秒から11秒までこうちょっとずつインターバルタイムを伸ばしていって、最終的には11秒にしてくれるっていう、そういうインターバルランピングができるようになってほしいんですよ。それは他社のカメラには絶対ついてないし、多分つけないから。だからまずインターバルランピング、はい、最初にやってほしい。で2つ目、前から言ってます、レリーズですね。あのスライダーとかローテーターとか赤道儀とか、そういう外部からのレリーズ信号に対してホーリーグレールやってほしい。やっぱりモーションタイムラプスでできたら最強なんですよ。あとね、ハイパーラプスでもできたら最強なんだよ。どうしてもね、ブラックアウトしちゃうから、あのブラックアウトしないでタイムラプスができるようになってほしいんですよね。ジンバル乗せたりとか三脚立てたりしてハイパーラプス撮影をするときにですね、どうしても今ってインターバル撮影開始したらブラックアウトするじゃないですか。だから外部タイマーから、ホーリーグレールやりますみたいな設定で、液晶とかがオフらない設定にしてもらえれば、こうシャッター切って次行って、シャッター切って次行ってって勝手にこうあとは露出ランピングしてくれるみたいな感じに なるから、その機能つけてほしいなって本当に思うんですよね。これが2つ目です。はい。で3つ目は動画のロー形式あるじゃないですか、 N ローっていうやつ。タイムラプスをしたら静止画じゃなくて N ローにで残るようにしてほしいっていうことですね。今はタイムラプスの動画作ってくれるんですけど、 N ローではもちろん残らないんですよ。でブラックマジックデザインのカメラがB ローっていうローの形式の動画を撮れるんですけど、ブラックマジックデザインのカメラはタイムラプスしたら B ローで残るの。だからそのままダヴィンチに取り込んでそこからカラグレできるわけですよ。でもニコンの場合はそれができないので、タイムラプスは静止画でしかないから、その静止画を一回何かしらのファイル形式に変換して取り込む、もしくはローのまま取り込んで重い作業をやるみたいな感じですよね。だからニコンのカメラってシャッタースピード8分の1とかまで下げれるんですよね。だからジンバルに乗せてこうちょっとずつ歩けば、まあ若干ですけどスローシャッターしながらこうハイパーラプスが撮れるわけですけども、その時になんていうか、やっぱデータが重たいからずっと回してると
余計なところ省いて小スペースでストレージの負荷を減らすためにもそのまま取った枚数で N ローにしてもらったらありがたいんだけど、それはまあできないんですよね。その3つかな。うん、インターバルランピング、外部レリーゼのホーリーグレール、それからタイムラプスを撮影して N ローで記録を残すという機能が欲しいなって思うんだよね。皆さん N ローでそのままダビンチで編集できると確かに楽なんですよ、楽なんですよ、楽なんですよ。で、静止が何枚、1000枚も2000枚も撮るよりも N ローで、やった方が絶対あのファイルサイズ的には小さくなるんですよね。そのなんだろう、今のまま例えば30フレームとかで N ロー撮っちゃったらすごい重たいけど、例えば1分間1秒間に2枚ぐらい撮るやつを N ローにしたらだいぶデータ的には軽くなるはずなんで、はい、インターバルランピング、外部レリーズの露出ランピング、タイムラプスを N ローで保存がついたら Z ぐらいの値段で買いますかなんかアンケートになってない気しますけどね。とりあえずなんかみんなに知ってほしいっていうことで、分かってくればいいですね。そうですね。搭載されてからされたら E から Z に戻す最後の勇気です。あ、マジですか。インターバルランピングは時間の経過がだんだん遅くなっていくってことですか、だんだん速くなっていくってことですか。ほんとね、両方私の使ってる、まあ、タイムラプスプラスビューの機能がそのまま入っていいと思うんですけど、もうモデルがあるんですよ。デイタイムラプスっていうのと、ナイトタイムラプス、あ、違う、デイインターバルとナイトインターバル、昼間のインターバルと夜のインターバルって2つ設定できるんですね。で、デイインターバルを4秒。で、ナイトインターバルを15秒にします。そうすると、夕方から夜になっていくようなタイムラプスであれば、夕方の撮影は4秒で細かく切っていってもらって、雲の動きが滑らかに表現できて、ブワッと夕焼けが出てもそれを長めに表現できるわけですよね。で、夜になって4秒以上の露出に到達した時にようやくそこでインターバルタイムをちょっとずつ伸ばしつつ露出も伸ばしていって、最終的には星空のタイムラプスの15秒とか10秒ぐらいまで露出を伸ばしてくれるという、ちょっとずつインターバルタイムを変えてくれるっていう機能なんですね。だから、昼間スタートであれば、だんだん遅くなっていく、夜スタートであれば朝焼けに向かってだんだん速くなっていくっていう、そういうものがインターバルランピングになります。はい、で、今は ② に関しては、今はニコンのカメラはカメラ内からの、制御の露出平滑化しかできません。はい、ランピングっていうのはちょっとずつ変えるという意味です。だからインターバルランピング、露出ランピングはインターバルタイムを、撮影間隔をランピングする、ちょっとずつ変えていく、露出ランピングは、露出平滑化ですね、露出をちょっとずつ変えていく、まあ露出平滑化はそれとは別か、露出をちょっとずつ変えていくっていうことなんですけど、ニコンのカメラで、ニコンのカメラの中にあるそのレリーズの機能が外部からのレリーズに対して反応できるようになれば、スライダーとかパンとかパンのローテーターとかね、赤道儀とかに搭載した時も、ホーリーグレールができる、モーションタイムラプスでホーリーグレールができるようになるっていう、そういうことです。ジンバルに乗せた時もねっていう魅力的な機能が、はい、あるんですよね。うん、今はできないわけじゃないけど、カメラ内で全部完結してるわけじゃないので、あの別に私はいいんですけど、使う人がさ、それがついた方が絶対いいから、それだったらニコン買うわっていう選択肢になるんですよね。うん、で、3つ目はそのタイムラプスをやったら最初から N ローで保存してくれるってやつですね。私今 HDR やってて思うんですけど、 HDR タイムラプス制作した時に写真を TIFF で書き出したり DNG に変換したりっていう作業が本当にめんどくさいんですよ。で、それがまあ最初から N ローで保存されていればそのまま取り込んでダヴィンチでもうカラーグレーディングから始められるので、めちゃめちゃ時短になるし、データも軽く扱えるし、圧縮率も低く扱えるから本当にいいことしかないんですよ。それができるのが今ブラックマジックデザインのカメラだけなんですけど、ニコンでもそれができるようになってほしいなっていうのが丸さんでございます。はい、ハイが 73%、 EA 23%。 いや、これさ、結構多くない？ハイ88人が参加してて 78% が入って、まあこのチャンネルの視聴者がまあ偏ってるとはしても、多分いいえって言った人は高いっていう理由かタイムラプスやってないかどっちかだと思うので、って考えたら 78% ってめちゃめちゃ高くないですか。うん、そうか、アンケートありがとうございました。はい、アンケートありがとうございました。なるほど、
なるほどっていうか、やっぱそうだよね、欲しいよね。だって何回も言われてるもんな俺、熟成から。やっぱり昼間のタイムラプスは短くして、せっかくの夕焼けがすぐ終わっちゃうとかね、雲の流れがすごいバタバタしてもっと滑らかに撮りたいんだけど、ホーリーグレールだとどうのこうのってね。だから私今は その表現はもう捨てなさいって言ってるじゃないですか。実現できないからやるなと。だから他のカメラで、雲を滑らかに撮るシーンとか、夕焼けをがっつり撮るシーンとか、その短い間で、まあ、300枚とかガツガツガツ写真を撮るっていう、そういう、複数台で攻める戦略を取りなさいっていう風に言ってますけど、やっぱりみんなワンシーンでそれを表現したいっていうのはダメなことでは決してない。むしろそれができたらいいなって本当に思うので、撮影枚数は増えちゃうけどもいいと思うので、なんだろう、いつも、まあ、私もメーカー勤めだったので分かるんですけど、結構なんか違うなって思うのが、ニッチだからやらないみたいな言い方あるじゃないですか。それだったらなんか競合他社がひしめく似たような機能の中で、勝ち残っていけるんだよって思うんですよね。それだったら1個でも2個でも他社にない機能入れて、同列でこう何かの商品と価格なんか比較した時に、あ、その機能あるんだったら買おうかなって、その機能が目的で買わないかもしれないけど、使うかどうかその人は分かんないけど、その機能がついてるから買うっていう選択肢になるわけですよ。だからニッチな機能なので後回しみたいになるじゃないですか。なんかそれがね結構ね共感できなくて、他社がやってないことどんどんやれよと思うんですけど、まあ他に先にやることがあるっていう話なのかもしれないですけどね。もう私だって目の前でさ、富士フィルム使った時も、富士フィルム星撮ったら綺麗なんですよ、そうなんだ、じゃあ富士フィルム買おうっていうお客さんとか、ニコンタイムラプス最強なんですよ、そうなんだ、タイムラプスそんなにやってないけど、じゃあニコンにしようかなみたいなお客さん目の前でいっぱい見てるからね、どうしてそれが分かってくれないかなっていうね叫びがありますよ。応援してるんだけど、今のところ応援してるしいいんだけど、なんか他社がねもう近づいてきてるの本当に如実に感じる。ニコンはタイムラプス最強とか、タイムラプスはうちはいいんですみたいな社員の人も言うけど、それいつまで言えるか分かんねえよっていうような状況まで来てるんですよね。富士フィルムがさ、外部レリーズから露出平滑化ができるようになってるんですよ。富士フィルムはもうスライダー使いながら露出平滑化のタイムラプスができるようになってるんですよ、富士フィルムは。ただ露出平滑化のレベルがまだまだ甘いので、全然ホーリーグレールとしてはガタガタなんですよ。そこはニコンよりも上には行ってないんですけど、あっちはもうその外部レリーズでの、インターバル撮影機能がついてるから、そんなのさもう他時間があれば絶対追いついてくるじゃん、絶対追いついてくるじゃん、富士フィルムに追い抜かれるよ。今一番台頭してきてるの富士フィルムだと思うし、パナソニックなんてさ、もう他社めちゃめちゃ研究してきてるから搭載してくれるかもしれないよ、外部レリーズから露出平滑化って搭載してくれるかもしれないですよ。めちゃめちゃ露出平滑化がいけてたからね。だから応援してるし好きだからこそ、もうすごいなんかその辺がなんかもどかしいというか、なんでそうなるのかなみたいな感じね。ただ今さ、なんかレッドを買ったりしてさ、動画の方面頑張ってるじゃん。だからこっちそっちに行かないのもしょうがないなって思うんだけど、そうは言ってもさ、こっちの業界的にはさ、もうなんかちょっとずつちょっとずつ後ろから忍び寄ってきてるやつらがいるんだよっていう危機感がやっぱユーザーとして感じてるから、ただそれってただ単にお前が勝手に感じてるだろっていう話だけで、だから何みたいな、それ搭載したら売れるのみたいな話じゃん。うん、売れるって、売れるから搭載しろって言ってんだってねえ、 PR してやるからよって、PR してやるからよって言い方良くないけど、 PR したいのニコンやっぱりいいよってね、言いたいじゃん、言いたいからやってよって、もう目の前に答えがあるのにそこに行ってくれないっていうこのもどかしさね。だってさ、こう私の星なりタイムラプスなりやりたいって言ってさ、 Z5 買いましたとかね、 Z8 買いましたとかって人いっぱいいらっしゃるわけですよ。本当もうイベントとかに出るために本当そういうこと言われるね。で、一応チャンネル登録者さん2万人以上いて、それが分母ですよ、分母ですよ。で、私のオンラインサロン
ね、一応80名ほどいてって考えたらそれなりに分母あるって思うんですよね。興味のある人ってそんなにいるんだって。でそれって全体のパイ的には少ないかもしれないけど、他のメーカーが取ってない市場だからそこを取りに行こうよ、俺ら取れるんでしょっていう戦略を練ってほしいですよね。そこに気づいてほしいなと思うんだよな。ほんとニコに一番であってほしいじゃない。どっかのメーカーにもう抜かれちゃって今ニコン一番じゃないよみたいな、俺言いたくないからねそんなこと。でも立場的に言わなきゃいけないから。だって自分の撮影が効率化する方を選ぶからね。ねえ、だから一番であってほしいからこそ応援してるし、なんとか実現させたしてほしいなって思うんだけど、どうやったらあの大企業を動かせるのか、はい、それは皆さんの力が必要かもしれません。松本さん1番と2番欲しいよね。欲しいですよね。やっぱこれ動画で言っちゃう、私もうちょっと食い気味に、もうニコンさんもう我慢できないから言っちゃうから、他社が真似するかもしれないけど言っちゃうからみたいな、言っちゃう、もうこれで、そこにコメントくださいよ、私も欲しいです、私も欲しいです、私も欲しいですって言ってくださいよ。そしたらなんか動いてくれるかもしれない。いや結局なんか私みたいな一写真家の、まあ、しがない写真家ですよ。の意見なんてね、聞いてくれないわけですよ。聞いてくれない。でもね、あの、そういうユーザーの意見がたくさん来てますということであれば、あの、動いてくれるかもしれない。頑張ろうと思ってるんですけどね。うん、万人する機能優先ですよ。本当ですよね。ただその万人受けする機能はさ、もう群雄割拠ですよ。それこそもうみんなひしめき合ってて、もうそれ以上良くすることねえんじゃねえのみたいな感じですよ。ねえ。何をもって尖ろうとするのか、何をもって他社よりも上に行こうとするのかっていうところですよね。とはいえ他社もなかなか追いつかない、追いつこうとしてはいないような気も、真似しようとしていればすでにできそうな気もしますね。そうですね、なんかね他社はね、あの私の使った感じだと、他社はもうこのぐらいだったらいいんじゃないっていう風になってると思う。というかね、そこまでうるさく言うアドバイザーが他社はいないんだと思いますよ。タイムラプスだってここまでできればもういいじゃんみたいな、夜景までのホーリーグレールタイムラプス撮ってホーリーグレール撮れるじゃんっていう風に思ってるメーカーが多いんじゃないかなみたいなのが私のなんか勝手な感想ですね。でも本当は星まで撮ったらおかしいじゃんみたいな、全然露出合ってないじゃんとか、太陽ど真ん中に入ってきたらめちゃめちゃ太陽の白飛びヒクヒクするじゃんみたいなね。で太陽が沈んだらすごいなんかなんかパカパカするじゃん、そのフリッカー急にガチャガチャって出るじゃんみたいな、みんな経験してるじゃんね。えでもあれでいいって思ってるんだと思うよ多分。だからそこから、いやこれだとちょっとっていう、ことが言えるアドバイザーだったりとか差が分かる人っていうのはいないんだと思う。あ、それも原因なのかな。単純にタイムラプスフォトグラファーがプロで少ないよね。まああまりなんか対抗馬出てこられても困るんですけど、私もねブルーオーシャンだと思ってやってるから。でもブルーオーシャンだからこそ、あの、いやそもそも写真家いねえしみたいな、クリエイターそもそも少ねえしみたいな感じでね、相手にされてない可能性大。それでは、今日のライブ配信ここまでにしたいと思います。また次のライブ配信でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、おやすみなさーい。したっけしたっけー、どうもどうもー。